アンドレア・バルニャーニは、イタリア・ローマ出身の元バスケットボール選手。NBA のトロントラプターズなどに所属していた。ポジションは、パワーフォワード、センター。ローマ、トレビーゾで、プレー後、2006年の NBA ドラフトで、全体1位指名で、トロントラプターズ入団。チームのエースであるクリス・ボッシュと同じパワーフォワードである。ことから、シーズン当初はなかなかプレー時間を与えて、 もらえなかったが、3ポイントシュートなど、ロングシュート成功率が高く、本来のパワーフォワードの他に、スモールフォワードとしての出場機会を増やす。2007年1月、2月と連続で、月間最優秀新人に選ばれる。ラプターズで同賞を、連続受賞したのは、ビンス・カーター以来2人目、2度受賞したのは、カーター、デーモンス・スタウダマイヤーに次いで3人目の快挙だった。 3月21日、盲腸炎の手術のため緊急入院した。また、同年の新人王投票では、ポートランドトレールブレイザーズのブランドンロイに次いで2位の、得票を集めた。また、オールルーキーファーストチームにも選出された。2013年7月10日に、スティーブ・ノバック、マーカス・キャンビー、クエンティン・リチャードソンとの引き換えに、将来の1巡目指名権と2つの将来の2巡目。 指名権と共にニューヨークニックスに放出された。2015年7月12日、ブルックリンネッツと契約したが、2016年3月に解雇された。2016年7月26日、リーガーク部のサスキ・バスコニアと契約した。前述のように、長身ながらスリーポイントシュートも打てる欧州出身選手の典型であり、ダーク、ノビツキーと比較されることもしばしば。 ジャンプシュートではなく、セットシュートで放つ弾道の低い長距離シュートが特徴的。長身ながらインサイドのプレーに弱く、課題としては、ディフェンスやリバウンド、フィジカル面の向上などがある。ちなみに、伸びつきもこれらが課題とされ、徐々に克服していった。ありがとうございます。